皆さんこんにちは、根本です。今日はこのよく今、流行っている骨盤について模型でご説明いたします。骨盤ですが、私の骨盤歪んでいますか？私もよくそのような質問を受けます。しかし骨盤というのは実際はこの、仙骨と、寛骨、ここをジョイントしているところは仙腸関節と言いますが、この部分ですね、この部分はほとんど動かない、動くとしても数ミリと言われています。出産の時に骨盤が開きますが、その時もですね、少し自然に緩んで戻るのも産後の骨盤矯正と言いますが、自然に戻るというのも分かっています。では骨盤がなぜ重要かというと、やはりこれだけですね、背骨を支えているところになりますので、ここのところの傾きでやはり脊椎の負担が変わってきます。骨盤が歪んでいるというよりも骨盤が傾くということですね。傾くことで、曲げすぎてしまう、腰を曲げすぎたり反りすぎてしまう、そういった意味では骨盤は重要になってきます。勝手にですね、緩んだり戻ったりしたら、走っただけでも骨盤がずれてしまいますから、そんなに動くものではありません。そういったイメージでですね、骨盤というのはわずかに動く、動かないところがあるとですね、上がかばってしまったり、姿勢が悪かったらやはり腰の方の負担が強くなってしまいますので、歪むものではないということだけ覚えておいてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。